2023年の問題の2番を説明します。平面上の点 P がこれこれかつこれこれを満たすように動くとき OP ベクトルの最大値と最小値を求めなさい。でこれはね、1番でね、2倍の OA ベクトルプラス OB ベクトル、これをね、まあ、P ベクトルを置いて、なんと OA ベクトル、OA ベクトル2倍の OB ベクトルを、これ、P ベクトルと置くとね、P ベクトルと P ベクトルの内積が0と。これ直行してるのでね、P ベクトルを110と、A ベクトル、A ベクトルを0と置きますとね、置いとくといいでしょうね、直行してるから。で、これ置くとね、OA ベクトルと OA ベクトル、プラス OB ベクトルっていうのはね、これ、どうなるかというと、1番でね、3分の1でやってみてね、3分の1と、だよ、いくとね、3分の1、3分の1なんですよ、これね。これですね、3倍で、3分の1、3分の1と。で、2倍の OA、2倍の O、これから OP ベクトル、OP ベクトルっていうかね、まあ、これわからないので、これはまあ、X の Y と置きますよね。材料 XY と置いたら、このこっちが OP ベクトル、OA ベクトル、プラス OB ベクトル。ここやな。これの、絶対値。これの、絶対値が3分の1やから、これ代表で表すとね、X 引く3分の1の2乗やな。になるな。Y 3分の1の2乗が、9分の1よりも小さいですね。こんな感じになります。これをこう表したらね。で、こっちが OP ベクトル。OP ベクトルは XY だろ。で、XY やけど、で、これもね、これ表すと、これ OB は、OB と2倍の OA やけど、これ F ベクトルだけやから、XY を。2倍の OA、こっちはな、だから F ベクトルがないねんな、だから X 座標だけなんで、これはね、X 座標だけなんで、どうなるかというと、X はね、3分の1、Y はないねんな、Y 座標なし、X 座標だけやから、これ、X、内積やから、これ3分の1。で、これをね、図示しましょうね。これ、図示したらどうなるかというとね、図示したら、で、こっち X で、こっちが Y としたら、ここが、こうなって、これが、ここが3分の1、ここも3分の1だね。で、ここが3分の2、ね。これが3分の2で、で、範囲がね、ここだけなんだな。で、これを O で、で、この P がこう、いろいろ動いてるんだな、こう。P がこうなったり、こうなったりね、こうなったり、いろいろ動いていくんですけど、一番長い、これがマックスな、マックス。で、ミニマムがこれな、これが、この距離が、一番小さい。で、このマックスは、この長さ、ここ出したいな、長さ。これは3分の1と、3分の1と3分の2やな。で、3分の1と3分の2なんで、これはね、マックスは3分のルート5や。これが3分のルート5。で、ミニマムはね、これ、円の半径が3分の1やから、この距離は、ミニマムは、これは3分の1、だから、3分のルート、3分のルート2マイナス1。この長さをこれ出して、で、この長さをフィルでな、だからこのミニマムが出てくると。3分のルート2マイナス1ということになります。はい、終わります。